それですね、たくさんのゲストもお伝えします。ちょっと始めていきましょう。横の方もね、もうちょっとグーッと詰めちゃってくださいね。後からお客さんも何千人集まるか分かりませんから、ね、詰めてからなってくださいよし、でもね、立派な芸なんですよ。おじぎって言って1ヶ月で覚えたんですよ、これすごいでしょ。大体他のお父さん3日で覚えたらもう3段目はやりませんという非常に難しいルールとなってます。ぜひ皆さんも緊張感を持ってご覧になってください。はい、そして緊張してきたそれではいきます。落としたらその場で終了です。はい、そして集中して、まずは1段目終了です。受けたね、力士。よっ。おお。おお、いいね。さあ、それではいきましょう。3段目です。こちら。一番高い高さ。こっち来て。まあ、皆さんに難しさは分かっていただけると思います。大体、力士君の身長のこれで2倍。違います。だけじゃない、力士君。あれみたいな感じないの。何？玄関なら言って、ちゃんと。何？何？なんだってだから何よ俺の口が臭いからそんな理由でそんな臭いって、ね、ちゃんと身長と比べてね、おりき君の身長これ2倍、 3倍ぐらいまだね、こんだけ皆さんね、多くのお客さん盛り上がってグーッと詰めました。間をね、ちょっと輪っかが広がってきてますんで、こういった方もグーッとね、多くの方詰めちゃってください。はい、それではいきましょう。一番高い4段目です。よっ、頑張って。おお、ありがとうございました。さあ、それではですね、続いてはお子様に人気がありげる、よっ、右、そうそうそう、左行くよ、はいそうそうそう、よっ、右、そうそうそう、じゃあ最後左で終わろう、よっ、はいはい、ラスト、はい、よっしゃ、OK、頑張った頑張った、ありがとうございます。うまいでしょ、この子の演技力で、はい、ちょっと待っておくると見てあげてください、この子の竹馬ね、ありがとうございます。白日もしかもこの子のすごいところはね、絶対竹馬だったら転びませんからね。わざとらしいな、力で立て、いいね、拍手ありがとうございます。皆さん大きな拍手を、じゃあこっちずれて、これだんだんね、間が広がっていきます。今回一気に広げていきます。なんとこちら、よいしょ、こちらいきます。じゃあ力ちゃん、どうぞ、こっち、はい、さあ、どんなに離れても着地が絶対逆立ちです。はい、それではいきましょう、どうぞお願いします。いよいしょ、さあ、驚くないですか、今度はこの階段に乗ったまま何もできませんさあ、我々ですね、反省と同じみ太郎次郎一門のともきと力です。本日ともき力でお送りいたします。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます、皆様ありがとうございます。さあ、我々ですね、反省と同じみ太郎次郎一門のともきと力です。本日ともき力でお送りいたします。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます、皆様ありがとうございます。